メイン会場、ララガーデン会場がですね、午後1時過ぎに、終わりますので、その後に私はメイン会場に戻りまして、そしてメイン会場も終わったらふれあいキューブ会場ということで、まあその後もですねお楽しみいただけます。こちらが、午後3時半開場という形になりまして、午後4時から開演という形になっております。ね、たくさんの方が、出られますけれども、まあ、やっぱりね、このジャズデイ春日部、まあ、演奏だけを楽しむだわけじゃなくて、の、出店も、ね、春日部のグルメが勢ぞろいしております。ダナちゃんも結構この中ではね、ものだと思うんですけれども、いや、梅坊主さんがラララララするっていうのがね、インパクトだったね。まあ私はね、ララガーデン会場に行きますので、うん、まあそこでね、ラララ、ね、ラ, ラ, ララしてくるっていうことで、ララララ、ね、まあまあまあね、会場を一緒に皆さんと楽しんで、やっていくっていう形になりますけれども、うん、まあやっぱりね、春日部のグルメも勢ぞろいしておりまして、たこ焼きの鍋蔵さん、たこ焼きが鍋さん、たこ焼き鍋さん鍋蔵って誰だよたこ焼き鍋さん許さないよ、すいません、美味しいんだから。ししそうですよ、あなたも食べたでしょうよ。食べました、許さんよ。たこ焼きの鍋さん、ペロッと食べたじゃないか。今日あなたすごい暴れん坊ですね。今日のパーソナリティ具合は暴れっぷり激しいよ ね, ね、すごいね。そして衣服も乱れております、今日。乱れすぎだよ、さっきからはんなりしてるんだけど。そうですよ、肩もね、どうしたんですか、はんなりしておりましてですね、もう僕はね、今日はちょっとはね、中途半端に脱ぐなら全部脱げ。脱げコールが出ましたけれども。脱いじゃっていいんですか。いいよ。あ、いいんですか。うん、他にもですね、肉巻きおにぎりですとか横手焼きそば、うん、ね、あとは串焼きですとかも、ね、たくさん美味しいものもございますし、あとは大輔さんハマったんじゃないですか、コーヒー。はい、毎回、ね、いただいております。美味しいコーヒーが ね、飲めるという形になっております、ね。美味しいものいっぱいあるんだよね。美味しいものたくさんあります、うん、早く食べないとなくなっちゃうんだよね。売り切れになっちゃったらね、うん、なくなっちゃったりもしますんでね、うん、ぜひぜひこちらもね、お楽しみいただければと思います。ジャズデイ春日部、2013秋、こちらは11月2日となっております。まあ、3連休初日っていうこともあるのでね、皆さんもね、うん、足を運びやすいかなと思いますので、ぜひ、お楽しみいただけたらと思います。お天気といいね。お天気、あ、そうですね、うん、ね、前回そう、あの焼きみりもさんからちょうどね、メッセージも届いておりますよ、はい、ありがとうございます。あ、こんばんは。ジャズデイ春日部かっこ今年も台風注意ときます。海坊主さん行くからね。前回もすごかったですね、うん、どんな風に台風が。いや、前回というか、まあ、これはジャズデイじゃないんだけどね、はい、うん、もうね、大変なんですよ。前回夏の時はゲリラ豪雨。ゲリラ豪雨ということでね、うん、だから海坊主が行くとそういうの連れてくのかなっていう。今回なんだろう。海ちゃんに雷落ちるとかね。あ、ね、り得る。海坊主に落ちたら、あの会場にも落ちちゃうことになるんで、ね、海ちゃんが受け止めてわーって、うん、はーっ我に力をって。それで力が入ったらいいんですけどね。ということで、ジャズデイ春日部2013秋は、11月の2日土曜日開催となっておりますので、ぜひぜひ皆さん、会場に足をほかびいただけたらと思います。今日暴れるし噛むよね。暴れん坊ですね。暴れん坊だし噛み噛みマンだしさ。カミカミマンでございます。以上、キラキタピックアップをお送りしました。この後はまたみんなで作ろう海坊食堂のコーナーでございます。みんなで作ろう海坊食堂。キラキタThank you.
FM 札幌村ラジオキラキタお送りしております。改めてお相手は私山田大輔と海坊主と牧野旦那です。すでお送りしましたのトーンで言っちゃった。お送りしました。もうエンディングかのようなエンディングかのように行きました。来ちゃいましたね、はい、うちの暴れん坊のパーソナリティがね、はい、先ほどまでこの中心の場所でね、はい、いや暴れん坊だしね、なんかね天神様だしね、天神様だしね、しかも画面上で見てるとなんか真ん中に間違ったお坊さんいるみたいな感じになってるし ね、 ねでもね今定位置に戻ってきたんで、うん、もうカミカミしませんよ、うん、ね、はい、もうこれでね、はい、もう皆さん知らないと思うんですけど、私はもうね、再来週が心配で心配でしょうがなくなっちゃってます。再来週は大丈夫です。再来週は大丈夫です。そうだね。怖いですよ、もうね。皆さんいいですか、改めて言いますよ。北海道大雪山雪の水ですからね、皆さんね。北海道大雪山雪の水。南水。南水でございます。南水、ね、お間違いのないようにどうか、はい、お願いいたします。さあ、みんなで作る海坊食堂後半でございます。ご当地グルメや B 級グルメなどが全国をにぎわす今、架空のレストランをみんなで作って名物メニューを考えようというコーナーでございます。改めて海坊食堂のオーナーシェフをお迎えいたしましょう。北の大地が育てたシェフ海坊さんです。皆さんご指名ありがとうございます。海坊です。さあやっとなんか海坊さんもちょっと落ち着いた感じ。海坊さんだいぶ落ち着いてますよさっきと違うねトーンが。何かあったんですか今日決める海坊食堂のメニューは卵料理でございます。もうすでに多くの方から、届いております。本当にありがとうございます。そして改めて、申し上げなきゃいけないですね、ユーストリームの放送、復旧までずいぶんと時間がかかってしまいました。大変申し訳ございません。申し訳ございません。ということで、なんとか復旧しております。先ほどねエクスチェンジさんから、うん、なんとか最後まで放送を持てばいいなって言ってくれておりましたけれども頑張りますよ。天気みたいになってきたね、キラキラもね最近ねやばいぞ、ゲリラ豪雨近づいてきたぞみたいなうわーハリケーン来たみたいな、ね、荒れてるぜ。ただ台風ね、これから近づいてくるという地域の方、うん、どうぞお気をつけくださいね。最近ね大きな災害が多いので、うんうん、ね、事前に準備できることは準備をどうかお願いいたします。さあ卵料理、皆さんから届いているかと思いますがどうなんでしょうか。皆さんたくさんありがとうございます卵料理たくさんいただいてますよ。さあ、まずはですね卵料理でございますけれども、うん、小部屋さんありがとうございます。焼き卵ご飯各種魚卵を添えてあ、いいじゃんいいじゃん。確かに各種の魚卵はいいね。でも魚卵添えたの美味しそうじゃない。ねえこれはいいですね、うん、ね新しい新しい各種だから、うん、いくらとびっこ、いや絶対美味しいって絶対、うん、じゃもうこれでいいかな今日ね。美味しい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 ものダメだよ美味しいものダメだよってどういうことだよ、うん、海坊食堂には美味しいもの入れてた方がいいよ。そうそう、俺ね大輔さんがねなんか怪しいこと言ってるんですよいつもね。入れてた方がいいよこれ旦那ちゃんももしかしたら何か被害を被るかもしれないから、ね、被らない被らな い, らない。私はもう期間の存在の期間の存在で、そして焼きみりもさんありがとうございます。サメの卵パスタパレードとダンスを添えてもうみんな添えるの慣れてきちゃったねもう添えないとね焼きみりもさんはちょっと落ち着かなくなってるらしくですねわかる。でもサメの卵パスタ自体はねでも美味しいかも。その後ろでパレードとダンスがちょっと暑苦しいな暑苦しい感じでね、うん、あとはタイムライン上、先ほどですね南水も書いていただいて皆さんありがとうございます。ありがとうございます。そして、焼きみりもさんありがとうございます。シェフ自ら野生化した鶏との死闘の末手に入れた卵で作った温泉卵その時の写真を添えて写真を添えては新しいねその時の写真を添えるんだからでも自分で撮らなきゃいけないんだよだからこれは私がね自ら鶏との死闘を繰り広げるから、うん、旦那ちゃんがねいやいや なんで人の力借りようとしてるの自ら戦って死闘ですからそれを自らだよ死闘の余裕ないんですよ。自撮りだよ自撮り自撮り鶏だけに鶏だけに自撮り自撮りを添えて自撮りを添えてこれもいいですね。ただ鶏と死闘するぐらいギリギリなんですね、うん、そうねそして未完成さんありがとうございます。ありがとうございます。シェフが自ら温めて返した若鶏の焼き鳥ほら来たこう、まあ、やっぱり番組の冒頭でも言ってましたけれども
もう自ら成長させなきゃいけないですね。もう産んで情が映っちゃうかもね。いやそうなんですよ、そこがね、出す時にもう号泣しながら出してくるっていうねつってね、号泣しながらニワトリを返す、トニモンさんありがとうございます。ありがとうございます。毛ガニが入ったカニ玉、あっこ風味風味きた風味あのこれ多分 CM アッコさんされてるから、あんじのね、あんじのね、うん、あんじのワニ玉ね、ほーんってやりながらやればいいですね、これでも美味しいですね、普通に美味しいですね、うん、ありがとうございます。エクスチェンジさん、ダチョウの卵かけご飯、これなんか、うん、まあでもダチョウの卵って大きいからさ、ボリューミーな感じなんですね。ね、丼一杯分ぐらい卵かけご飯食べれるってことですよ ね、うん、ね、いいですね、うん、ありがとうございます。エクスティンさん、おしゃれかなこれ、卵の黄身だけ使ったスフレ、あ、おしゃれ、これスフレ美味しいよ感じですね、うん、なんかちょっとだから、ね、デザート的なものもねなかったし、うん、まあここいらでちょっとおしゃれなうん、ものをね。スフレって分かってる？分かってますよちょっと不安になっちゃった今一瞬ねえおしゃれなものをね、入れてもいいんじゃないかなと、ね、ティラミスの仲間でしょとか言わないよねむしろ逆にその発想がなかったですフラットテイルさんありがとうございます。今日は孫の手を使って料理作るって聞いてってあの孫の手を使って料理作る、孫の手作るんですかね、もう孫の手使ってね、熊手じゃない、孫の手ですね、孫の手ですね孫の手です、熊手じゃなくて、熊手じゃなくて孫の手でございますそして、エクシェンさん、シンプルにゆで卵、まあ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 ね、ここも一旦落ち着いて、ね、うん、卵かけご飯とゆで卵だけ用意しておくっていうのもまあまあね、これ多分それを考えてのことじゃないですか、まあ、落ち着いてね、ね、あ、子供さん、エクシェンさんですね、産みたて卵を産みちゃんが温めてゆで卵にするっていうそう、もう温め卵でね、うん、ゆで卵じゃなくてね、うん、で、ことぶきさんありがとうございます。卵麺、あー、うん、これもね、卵かけご飯と卵麺、卵麺今だって卵料理って一つだけでしょ、確か、そうですね、卵かけご飯だけなんですからね、だから卵麺あってもね、ね、いいんじゃないですかね、いいね、あクスチェンさん、卵巻き黒焦げを添えて、まあ、おこげという意味ではね、うん、そうだ ね、まあ、ね、おこげは美味しい、おこげでね、うん、卵はどうかかんないけど、おこげね、おこげは美味しい、皆さんありがとうございます。今日はじゃあこれはね、普通に美味しそうなものが多かったね、これはもう普通に美味しそうなのが多いので、うんうん、はい、そうですか、ですか、わかりました決めました。今誰の手で喋った海ぼです、海ぼだよね、さあ海ぼさん、うん、参りましょう。本日皆さんからお寄せいただいたメッセージから一つメニューが決まりました。卵料理、こちらに決定です。皆さんご指名ありがとうございます。ゆで卵、各種魚卵を添えて、ほう、うん、もう一度いいですかゆで卵、各種魚卵を添えて、卵と卵の共演だね、まあ卵料理ですからそこはね、ちょっとまあゆで卵という普通のテイストに、うん、まあまあちょっとこう魚卵で、うん、うん、魚卵でまあ何のかはまあ分かんないけどね、まあ、その各種ですから、各種ですからね、シェフの気まぐれみたいな、まあまあその時によって旬の魚卵かもしれないし、うん、まあそこはねちょっと私にちょっとね、魚卵も埋めばいいんじゃない、もうすでに海坊主は魚じゃないといけないですね、うん、それね、魚だよ、魚、魚だよ、エラで呼吸してないですけど大丈夫ですか、ない、大丈夫大丈夫ですか、うん、肺呼吸問題ない問題ない、うん、まあでもあの添え方によってはこれすごいおしゃれな料理かもしれない、うん、あの白いゆで卵にねまた彩りを添えて、うん、魚卵、多分ゆで卵もうまい具合になんていうかスライスされてるか、あるいは切ってるか、そうそうそう、おしゃれな感じにするんで、なんかね、その日の気分によってギザギザカットだったり、うん、まあスライス何枚かにしてね乗っけたりっていう、もうね、あのやりようによってはやりようによってはだからとってもなんかおしゃれなメニューになるんじゃないですか、はい、まあやりようによってはですけど、そこ強調しますねそうだね、さあでは、じゃあ来週の、はい、来週の海坊食堂のメニュー、まずジャンルを今日決めたいと思います。では海坊さんお願いします。では真ん中のこれ、お、来週はこちらです。お、ザスン
アルコール。お、初めてですね。これ来た、アルコール。アルコールも飲めるお店なんだ。ね、もう無謀食堂ですから。初めて知った。今までアルコール出てないですよね。へえ、大人のお店なんだね。もちろん食堂でもだってね、アルコール置いたりしますから。ね、うん、あの一つお知らせです、はいはいはい、新ジャンルが出ましたので、はい、この結果ですね、この海ぽ食堂 の、 あのメニュー表 の、 あの全体が出来上がるの早くなります。あのランがね、ランがなくなるんですよ。もうこれだから新ジャンル来ちゃったんで、うん、多分これ次回かその次ぐらいで終わっちゃうんじゃないかな。あの新しいジャンルによりあと2回ぐらいで終わるんじゃないかな、これ新しいジャンル都合。メニュー表埋まるよこれ。いいんじゃない、フルコース、フルコース、アルコールは欲しかったところですから、ね、やっぱりね、うんうんうん、というわけで、うん、今この録画からの方も動画サイト Ustream のコメント欄で受付いたします。アルコールのメニューを皆さん一緒に考えてみましょう、うん、ソーシャルネットワークのアカウントをお持ちの方お気軽にどうぞご参加ください。以上、みんなで作ろう海ぽ食堂でございました。この後は牛乳パックで紙相撲ニュースです。牛乳パックで紙相撲ニュース。FM 札幌村ラジオキラキタお送りしております。牛乳パックで紙相撲ニュースでございます。おかげさまで5年目に入りました。今では全国の方にご参加いただいているこの北海道初牛乳パックで紙相撲、趣旨は紙相撲で地域世代間交流、イベントの交流会やそこで作られた力士による本場所は動画サイト Ustream を通じて牛乳パックで紙相撲を実況中継として放送をいたしております。さあ、エントリー受付なんですけれども、もうすぐ締め切りになりますよ。はい、そうなんですね、うん、10月の31日必着でございますので、お、サーティワンの日までだね。そうそうそう、サーティワンの日。いや、大事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 、うん、そうそうそう、そうだよ。大輔さんも大事で大事だよ、乗りましたけれども。いや、大事大事、ハロウィンの、ハロウィン、ハロウィンのね、お菓子もらおう、食べてた方がいい、食べてた方がいい。食べなきゃダメな、うん、まあ、あの食べる前にね、はい、うん、食べる前に多分これ送っといた方がいいよ、うん、10月31日必着、3拍子揃ったじゃん。ハロウィン、カメズモ、サーティワン、これ来た、31日ね、ね、ね、うん、ハロウィン仕様の力士だっていいんですよ、うん、送っちゃいましょう。ああ、いいね、なんか季節感あってね、ね、でも戦う時にはハロウィン終わってるっていうね。いいんじゃない。それも季節外れのいいんじゃないやつがね、うん、でぜひエントリーシートは公式サイトにございます。ぜひ公式サイトご覧ください。牛乳パックで紙相撲で検索をしてみてくださいね。作り方わからないという方は YouTube にアップしてあります、紙相撲作り方などで検索すると出ていますよ。そして、この場合ですね、10月31日必着で11月からの参加になりますので、うん、どうぞ、参加していただければなというふうに思っています、うん、全国の方お待ちしております。あと10日間もないよ、ね、ないよないよ、ね、ですので、うん、ぜひお送りいただければと思います。お待ちしてます。牛乳パックで紙相撲ストラップのプレゼントもね、そうですね、ありますので、はい、はい、うん、ですのでぜひお待ちしております。以上、牛乳パックで紙相撲ニュースお送りしました。コマーシャルの後なんですけれども、今日はちゃんとやってくれんのかな、あの人。ちゃんと先週ね、うん、あのタロットカードをついに使わないという暴挙に出たんですよ。マジで、はい、何使ったの。あのさっきの海ぽ食堂のカード。
はぁ、あ、そこまで怒らなくても。うさんくささに拍車がかかってんじゃ ん、 そうなん、前回はだからその、あの来週から何を食べたらいいのかって、そのあのじゃねえよ。どうしたどうして海坊さんがそんなに慌ててるんだ。本当だよ、関係のじゃん。彼の弁明をしてあげたのがね。無関係なやつが口突っ込むな。無関係ではない。無関係ではない。まだ適当なことばっかりやってくれたんだ。さあ今日はどうなる海明神パレードの占い、この後コマーシャルの後でございます。北海道大雪山雪の水。大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水です。お近くのスーパーや自動販売機で発売中。北海道大雪山雪の水。牛乳パックで紙相撲。今相撲だ、東くん出る、東くんが出る、東くん出る、タックを見せる、タックを見せる、残した、東くんの腕は東くんの勝ち、東くんの勝ち。紙相撲がドラマチックに、全道各地の代表力士が集う夢の本場所。実況中継は牛乳パックで紙相撲で検索。北海道大雪山雪の水。大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水です。お近くのスーパーや自動販売機で発売中。北海道大雪山雪の水。この番組は北海道大雪山雪の水をお届けするロジネットジャパングループ札幌通運の提供でお送りしました。海明神関の占い。 FM 札幌村ラジオキラキタお送りしております。海明神パレードさんにある占いコーナーです。お呼びしましょう。大明神になりきれないまま早50周年、人は迷うとこうなってしまう、海明神パレードさんです。どうも皆さん、海明神パレードです。今日も明日から来週火曜日までの1週間占いますよ。ラジオの前の皆さんも白黒赤青選んでくださいね。白黒赤青、今日はなんかあの体にいろいろまとわりついてる気がするけれども、気にしないで頑張りますよ。いきますよ、5、4、3、2、1、パレード。さあパレードに白を選んだあなた、説明書見えなくなるから邪魔するのやめてね。白を選んだあなたはパレードしながら災難に遭う。そしてパレードしながら黒を選んだあなたはパレードしながら、理性がない。そして赤を選んだあなたはパレードしながら可愛い嘘をつく。そして青を選んだあなたはパレードしながらこだわる。パレードしながら嫌い私よ。今日はちゃんとやったみたいですね。なんか動揺してたね。少しだけ。そうですね。なんだろうね。どういうことなんでしょうかね。どういうことだろうね。ね、再来週心配だな。海明神パレードの占いでした。はい、エンディングでございます。今日も皆さんご覧いただき、そしてお聞きいただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございます。メッセージ届いております。ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネームトニモン団長さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あのタイムライン上でもね、いつもありがとうございます、うん、ありがとうございます。山田さん、海坊さん、旦那さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。台風は九州人にとっては慣れたものです。ということで、いろんな災害の経験を機に喋り業をやるようになった私ですが、ということでトニモン団長さんもね、うん、あのお話をするお仕事を、していらっしゃるようですね。最近、知ったのですが、山田さんが私と同じ西暦生まれということですが、早生まれになりますか。ちなみに私は夏生まれですということなんですけど、私は5月生まれでございます、ね、だから同じ。これは運命の出会いかもしれない。誰急に急に誰誰か分かんないけど、ダナちゃんなのそれ。今の誰だ。ダナちゃんではないよね。今ね、今誰か喋ったね。誰か来たな今。誰か来たね。違うね、違う方が。なんか違う方だったね。違う方か。それは運命。
それは運命。今日何すか、誰かいますね。なんだろうね。今日さっき海みよじんパレードさんもその誰かに邪魔されてたようなんですけれども。邪魔などしてない。なんか明神さんみたいになりました。みこさんみたいな。そして私はなんかオープニングとエンディングだけなんか随分あの動揺させられるっていう展開だしね。それも運命。それも運命なんだね。それも運命。誰なんでしょうねこの天の声さんはね。天の声がねいろいろね。でタイムライン上皆さん本当にたくさんコメントもありがとうございます。ありがとうございます。ね、ユーストリームのね放送中断してる間もタイムライン上では、はい、たくさん書き込みをしてくれていました。本当にありがとうございます。本当にありがたき幸せ。誰だろう、誰だろう。この人も幸せなんだ。ありがたいと思ってる、ね。まあね、だからメンバーなんですよ。メンバーなんですね。要はね、ね、もうファミリーなんです。ファミリーなんですね。そうですよ。というわけで、ね、天気の方全国的にはちょっと台風がね心配なんですけれども、どうぞ皆さんお気をつけください。北海道も例外ではなく台風が近づくと何らかの影響を受けそうですので、今後の雨とかね雨量がね、そうそう、多いからね。あと寒気がね入ってきたりするとそれが刺激されて寒くなったりしますので、先週がそうだったようにね。ですので風も流行ってますから皆さん ね、 ね、 ね、気をつけください。本当皆さん気をつけてくださいね、というわけでキラキタまた来週でございます。ユーストリームご覧の方はよろしければ反省会もお付き合いいただければと思います。この時間のお相手は私山田大輔と海坊ずってよ牧野だな誰だでお送りしました。キラキタまた来週です。さようなら。